もうすぐ七夕なのでプラ板でキキララのキーホルダーを作りました。とてもキラキラしていてふわっとしたイメージに仕上がりました。まずプラ板にしたいイラストを用意します。私は携帯で調べて紙に描きました。そしたらこちらのプラ板を使いたいと思います。こちらのプラ板はツルツルした方とこちらの曇っている方がありますが、今回はこちらのツルツルした方を上にしてください。このようにクリアファイルなどに入れるとやりやすいです。動かないようにマスキングテープを貼ってください。では、まずはこちらのマッキーの茶色を使って、こちらの黒い部分のキキララちゃんの部分をなぞっていきます。今回はふんわりとしたイメージにしたかったので、茶色でなぞっていますが、黒のマッキーとかでも大丈夫です。かけたらこちらを外します。こちらのプラ板をひっくり返してこちらのザラザラした方に向けます。これから色塗りを始めます。今回私はボスカで色塗りをします。カラーペンなど油性のマジックでしたら大丈夫です。あと色鉛筆でも綺麗にできるかと思います。肌色のポスカがなかったので、肌色の部分は色鉛筆を使いました。塗り終わったらこんな感じです。ひっくり返すとこんな感じです。今回こちらの余白の部分は塗らないでおこうと思います。カットします。余白の部分の細い線はカットするように切ってください。カットが終わったら、こちらの穴あけパンチの方で穴を開けます。こちらはちょっと穴あけパンチの位置がずれてしまいました。ではこちらの2枚を焼いていきます。アルミホイルをシワシワにして広げ、その上にプラ板を乗せてオーブントースターに入れます。焼き時間などはこちらのプラ板の袋の裏側に書いてある温度で、書いてある時間やってください。
このような感じで5分の1の大きさに焼き上がりました。そしたらこちらを可愛くコーティングしていきたいと思います。 UV レジン液を全体に塗ります。ここで好きなラメなどを上からかけて混ぜるとすごく可愛くなります。一度硬化が終わったら、もう一度上から UV レジンをかけます。ここでちょっとお知らせし忘れてたんですが、今回はこのデコパージュ仕上げ液をレジンの前に塗ってないんですが、まずプラ板が焼き終わってからレジンを塗る前にこちらのデコパージュの光沢仕上げをちょっと塗った方がいいです。そうしないとマッキーの色が滲んでしまう時があります。今回は茶色で描いたのでそんなに滲みは出てないんですが、黒などで描いた時は必ずこちらのデコパージュ仕上げを上に塗っプラ板の上に塗ってよく乾かしてからレジンのコーティングをした方がいいです。裏側にして裏側にもレジンを塗ってください。硬化させてる間にパーツを作ります。こちらの100均で買ったパーツを使います。まずマスキングテープに板やケースなどを何でもいいのでこのように貼ります。こちらのペタペタしてる方が上にしてください。そしたらこちらのパーツを貼ります。星の真ん中の部分に透明のレジンを流し込み、その上にお好きなラメをかけます。全体に行き渡るように混ぜて、上からまたレジンをかけました。で、裏側にもレジンを塗ってください。材料が揃ったら100均の球ピンやビーズなどを使ってキーホルダーパーツを作ります。パーツとプラ板をつなげます。丸カンや球ピンは100均で購入しました。はい、このような形で出来上がりました。とってもキラキラしています。で、この星のチャームもいい感じにできたかなと思います。上のキーホルダーパーツもこのような形なのでいろいろなところにつけれるかと思います。7月7日の当日は晴れて織姫と彦星が会えるといいなと思います。皆さんも素敵な七夕にしてください。今回は久々のプラ板動画でしたが、説明が不足していてごめんなさい。ではまた作りたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。